皆さんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。はい、というわけで相変わらずのドスピンコーナーです。ドスピンね、なんか朝寝起きですけど、しかもちょっと髪の毛もちょこっとだけ寝癖がついてるような状態で、今日はですね、見てバスローブって思った？違います。部屋着のカーディガン、ジェラードペケ買っちゃいました。可愛くない？可愛くない？すごいさ、夢だった。ちょっと前に死ぬまでに叶えたい夢100っていうのをご紹介したと思うんだけど、その中にさ、ジェラートペケを何も金額とか気にせずに買いたいっていうのを言ってたわけさ。今回正直、いやーもう高いしなってためらったんだけど、買っちゃいました。超可愛いの。ということで、あまりの可愛さにご紹介したいと思います。これね、限定品だから多分今買えないとも完売しちゃってると思うです。サテンタイプ、サテンじゃないや、軽い素材でバレンタイン限定なので、今自然光だからね、多分ね元の商品の色と同じぐらいかな。チョコレートっぽいさ、ハートの模様がいっぱい書いてあります。半袖タイプとキャミソールタイプがあったんだけど、キャミソールタイプの方が長く使えそうだな。で、季節がね、夏も使えるし、冬は冬でこういう、これ上に着てるやつがモコモコのジェラートピケお得意のさ素材、中はこういうちょっと毛糸の編み込みなので、中はそんなにボワボワしてないんだけど、結構あったかい。パンパン、こんなあんまりこれガバって脱ぐとさ、 YouTube 引っかかる可能性あるからさ。でも超いい、超いい。もう私こんなにいいと思わなかった。めっちゃ感動してるのよ。っていうのも、私今までジェラートペケさ、なんかモコモコのパーカーと短パンを履いてたので、あれはあれね、すっごく良かったのね。本当にさ、肌触りがもうふわっ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 ていう感じで、めちゃくちゃ肌触り良かったし、着てるだけ気持ちいいっていう感じだったんだけど、サテンタイプってどうなのかなっていう風に思っていて、でもさ、モコモコタイプってさ、洗濯一回しただけちょっと劣化しちゃったりとか、劣化がめちゃくちゃ早いのね。だからこそこういうサテンタイプというか、しかもさ、高いからさ、やっぱ高いしさ、長く使いたいと思った時に一回の洗濯でダメになっちゃうのもったいないなと思って、テロテロ世代の方がいいんじゃないかっていう風に思ったの。でもさ、ぶっちゃけこんなキャミソールとさ、こんなペラペラな短パンでさ、1万超えるのかって思うじゃん。でもさ、プレゼントにくれる人がいるわけじゃないし、もう自分の夢は自分で叶えてこうと思って、他力本願にしようとしてるね。したらまず何が感動って、絶妙な肌触り感は最高。もうずっと頬ずれしてたいぐらいの肌触り感最高だし、2つ目は、え、こんなに軽いのって思って、私さ、なんか今までのパジャマの概念が覆されたの。なんか別にさ、なんかさ、もう着なくなった T シャツとジャージ短パンとかでよくないっていう風に思ってて、要はパジャマブランドのパジャマ着たからって睡眠の質とか改善されるかよ、同じ布だろ布って思ってたのね。びっくりした。こんなに空気を着てるかのような軽さなのね。もう重さを全く感じないから、本当にね、体の開放感がすごい。もうとにかく軽くて何も着てないみたいな、これすごいびっくりと。肌触りがいい上に軽いってすごいよね。だからもう寝てる時の睡眠とかも、もう圧倒的に体が軽くなったから、本当にね、寝心地上がりましたね。なんかなるほどって思った。パジャマってちゃんといいものを選ぶべきなんだなっていうのを30歳にして初めて学びました。すでに商品完売してて、紹介したところで買えないっていう事態は多分起こってるんですけど、パジャマで睡眠の質は変わるっていう風に最近めちゃくちゃ感動した出来事だったので、ちょっと今回ご紹介しました。いやーい。というわけでね、今後もね、この格好で動画配信することも多いと思うので、ぜひ、あの時のジェラートピケだな、ジェラートピケ超可愛いなと思いながら、これからも見てください。今後も、アラサーの美容、娯楽、ぶっちゃけ、食、あとなんだ、旅についてご紹介していきたいと思いますので、今後も動画見たいなと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、瀬戸セイラでした。バイバーイ。